はい、次はシーンでお買い物しました。はい、こちらシーンのブラウスです。はい、こんな感じの青っぽい薄手のシフォントップスになってます。はい、牛柄のパジャマの上から失礼します。こんな感じで可愛いトップスです。ここにヒラヒラってついてて、こんな感じですね。はい、次はお花柄のブラウスを買いました。こんな感じでポアン袖で、ちょっと V ネックが入ってるかな。かわいい。後ろも切り替えがあります。前も胸のところにちょっと切り替えがありますね。はい、着てみました。シフォンなので透けます。あ、かわいい。この小花柄がまたかわいいですね。こんな感じです。次はこちらのスカートと、こちらがセットアップになってるものですね。ん？これが？後ろで縛るのか。こういう感じのものを買ってみました。あ、スカートはここがチャックでゴムとかないですね。ゴムがないのが履けるのかどうか心配です。この時点で分かる通り、私のお腹がでかいのでちょっと閉まらないですね。こちらはどうなのか見てみましょう。こういう感じのものですね。で、後ろを、こうやってくくって着るタイプのものです。もうちょっとやのに。もうちょっと。かわいいですね。めっちゃかわいい。めっちゃかわいいですね。もうかわいいと思います。はい、次がこちら。ドッキングしてるブラウスです。ここがシフォンで、ここに編みのこんな感じのです。はい、こんな感じです。ちょっときついかな、胸周り。でも見た感じは普通に着れてる気がするので、おかしくはないかな。はい、次。はい、ズボンを購入してみました。あ、薄手ですね。薄手のズボンですね。総ゴムで、ポケットがあります。あ、すげえ薄い。でも、形は可愛い気が。あ、すっごい薄い。
はい、こんな感じです。ウエストは全然きつくないですけど、足元がすごく私には長いです。これも折って切ればいいのかな。こんな感じです。前のポケットが可愛いですね。これで合ってるのかな。はい、次もズボンを購入しました。はい、次のズボンは XL で、ポケットはないですね。なんか見た感じは綺麗めなズボンです。あ、こちらは普通に丈はちょっとやっぱり長めかな。でも履けました。こんな感じです。さっきのズボンよりはもうちょっとなんかしっかりとした感じの綺麗めズボンかなって気がします。はい、最後にこちらはサロペットパンツです。入るか問題。後ろがチャックです。めっちゃ可愛いけど入るかな。可愛いんですけど自分では上げれない。もうビチビチなのかな。閉まらないですね、私の肉がありすぎて。でもこれすごい。はい、以上購入品紹介でした。また見てねー。